どうも、ゲームウィズの山田です。はい、12月15日まあ例によってね、巣の変更来ました。まあ土曜日ですから、あ、木曜日か、木曜日なんでね、今回は朝9時の段階ですね。で、巣変更になりました。もうね、サイクル化してるんで、もう皆さんも予想してたと思います。で、今回なんですけど、まあ、全国の巣の情報を、まあ、のわーっとまとめていくのもありだと思ったんですけど、ちょっと時期的に、まあ、の今皆様が求めてるのなんだって言ったら、ピカチュウ、サンタコスのピカチュウをまだゲットしてないっていう方々は、まあ、いるとは思うんですよ。まあ、全国的に出現率は今めちゃくちゃ上がってるんですけど、まあ、それでもやっぱ取れないっていう人がいると思いますので、今回は、ただいまが12月に、15日の、今4時ですね。4時。16時段階で、判明している日本全国のピカチュウの巣、こちらを発表していこうと思います。また、まあ、こちらの動画見て、あ、動画の中に、知っている巣なかったわとか、近くの巣なかったわっていう方のために、もしよろしかったら、動画にこの巣載ってなかったぜっていうのをぜひコメント欄にお願いします。ということで、まあ、ピカチュウの情報を動画の中とコメント欄で探していく、皆様にお届けする、そんな内容になっております。それでは早速、ゲームイズの方ですでに、調査が完了しているピカチュウの巣を紹介していこうと思います。まず一つ目が、千葉県にございます、青葉の森公園、こちらですね。こちらがピカチュウが湧くようになっております。続きまして、長野県の佐久総合運動公園、佐久総合運動公園、こちらですね。はい、続きまして、静岡、はい、静岡来ましたね。はい、私山田昔住んでおりましたね。はい、駿府城公園、駿府城公園、こちらもピカチュウの巣になっております。静岡とかその付近の方はね、行ってみるといいと思いますよ。続きまして、宮崎ですね。あ、これはいいですね。宮崎空港、宮崎の宮崎空港、こちらが、もうすでに巣になっております。空港っていう場合はどうなんだろう、周囲かな、空港を、空港の敷地内にいたらバン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 ピカチュウ取れるのかな。だとしたら結構美味しいかもしれませんね。はい、そして、東京ありますね。東京がまず一つ目が石神井公園、石神井公園です。ただこちらがなんか脇が若干甘いんじゃないのっていう風に、言われているのをバーっとちょっとツイッター上で、拝見しました。なのでもしかしたら、あの前回もいっぱいいろんなところにピカチュウの巣あったんですけど、それに比べると、まあ、ちょっと脇が甘い可能性は高いですね。小石川後楽園、まあ、東京ドームの近くですね。小石川後楽園、こちらもピカチュウの巣になっております。登録者が増えた分だけ歩いてもらいます。あー、100人で1キロ、1000人で10キロ、目指せ1万人で100キロ、歩きまくっていい動画を撮りたいので、ぜひともチャンネル登録お願いします。頑張れ、山田、おい人事かよ。この動画の発表の後にも、ゲームイズの記事で、記事にどん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 その分かったやつ追加していくので、もしかしたら皆様がこの動画を見てる段階で記事飛ぶと、もうちょっと情報がプラスされてる可能性がございます。なので、巣の情報ですね。の、リンクじゃあ概要欄に貼っておきますので、まあ、そちらの方もちょっと覗いてみるのがいいと思います。で、もしも動画とあとその向こうの記事ですね、両方にそのピカチュウの巣の情報が、いや俺ここ知ってんだけどここないんだけどっていうのがあったら、ぜひコメント欄に、よろしくお願いします。まあ、ゲームミズのなんかツイッターとかに、言うのでも全然 OK です。はい、ということでね、ピカチュウの巣の情報を、まあ、今回ずずいっと、発表していったんですけれども、いつものサイクルならば今回の巣ですねは12月の29日の、まあ、午前中までがおそらく、まあ、今回その今発表したピカチュウの巣はそのままピカチュウだと思われるのですが、一つちょっと思い出していただきたいんです。ピカチュウのコスプレしてる、あ、ピカチュウのコスプレ逆だね、サンタのコスプレしたピカチュウ、こちらが出てくるのって12月の、まあ、海外だと29日で日本だと30日の深夜までなんですね。で、この最終日にじゃあピカチュウ取りに行こうって思った場合、この動画で発表した数がもうすでに変わってる可能性があります。なので29日にもしもこの動画を見たっていう、まあ、方、まあ、少ないとは思うんですけどは注意してください。その後数が変わってる可能性結構高いです。また最近はその2週間サイクルで巣が変わっているっていうのが結構その固定化してきてるんですけれども、まあ、もしかしたらそれがいきなり変わる可能性もあります。なので今回はクリスマス期間中にその全てまたピカチュウの巣も含めて全ての巣が変わる可能性もありますので、その点はご了承ください。ということで、ちなみに私はまだピカチュウのメダルがまだ終わってなくて、あと40匹ぐらい狩らなきゃいけないんですよ。だから収録とかしてる場合じゃないんで、石神井公園行ってきます。じゃあね。